Alright, thank you so much for checking out Christmas Room。今日のビデオでですね、ガチ習慣のメカニズム、習慣の作り方っていうのをすっげえもう小学生でもわかるような感じで説明できればと思います。 実はね僕ね本当にね「習慣の作り方」っていう本について全て読んだかもしれないぐらい自信を持って言えるんですよ、ね、でもね僕ね2018年の10月に出たジェームスクリアさんの「アトミック・ハビッツ」っていう本がマジ僕の人生の中で一番読んだ中でやっぱり一番読んだ長いって変な日本語なんだけどもう超やばい本なんですよで多分日本語にも2019年か2020年には まあね発売されると思うんですけれどもちょっとねその前にジェームさんからちょっと学んで僕も自分もちょっとやってみて超ねガチ超分かりやすく習慣をどうやって作っていくのかっていうのを説明できればと思います。Right、でねちょっとね習慣の作り方まあ本当とにねこれさいくない、ね、例えば余裕持って朝5時とか5時半に起きたら自分の時間とか1時間とかさ追加できるじゃん。 読書の時間学ぶ時間とかもできるかもしれないしジム行ったりね筋トレやったりとかダイエットも超簡単に習慣ってっ習慣のやり方が分かったらマジスーパーヒューマンになれるぜあのさメトリックスでニオがさ OK I'm going to learn 呪術って言ってさコンピューターの中に入ってブルブってさ「o h man I just learned 呪術!」みたいな感じで呪術をさなんかさ10分で学んだっていうのあるじゃん何時間かなってそういう感じで3か月で習慣って学べるんだよねこれ 嘘の話じゃないんですよ3ヶ月で習慣って実際に作れるのよ。何かやりたいな、英語を話せようになりたいなって言ったら、英語を学ぶ瞬間、ピッてやったら、プッて作れるようになるわけよで。この習慣の作り方の大切さっていうのをちょっと理解していただいて、もし習慣の作り方が自分のスキルの中に身につけることができたら、 どのような人生を生きていけるのかっていうのを、まあちょっとね、このビデオを見た後でも考えていただければ幸いです。Alright。なので、ポイントね。まあ最初のポイントっていうのは、嫌いなことを得意になるっていうことでも同じ共通点なんだけど、辛いことって終わるのよ。だから習慣を身につけるまでは、ちょっと辛いかもしれないんですけれども、絶対に終わるのね。 で日本の学校のせいにしちゃダメなんですけれども僕はもう日本の学校に行った時に宿題が永遠に終わらなかったのだから嫌なことをやるのが大嫌いなんだよでも大人になって気がついたのは嫌なことってやると終わるのよ で嫌なことを終わらせるようになると嫌なことじゃなくなって意外と楽になって自信もつくし楽しくなるのねだからそのような感じで習慣を作るっていうのはちょっとワクワクして挑戦するような感じで見ていただきたいんですよ。 All right. なので習慣っていうのは永遠にやって永遠に終わらないとかそういうのじゃなくて実際に今僕が説明するこの7つのステップを使うと習慣は身につきます。All right. なのでちょっとこの習慣の作り方をやっていきましょうステップ1習慣の作り方のステップ 1Break down the habit、ね、この習慣をブレイクダウンするっていうことなんですよ ね、例えばよくあるのはねその、まあ、実は習慣っていうのはいろんなステップがついてるわけですよ、ね、だからダイエットしたいって言ったらよしじゃあダイエットの習慣身につけようパッみたいなもんじゃないのよダイエットっていうのは習慣の中でも超トップレベルのめちゃくちゃ難しいものなのよでもう10個ぐらいの習慣がついたらダイエットになる どういうことかっていうとまずダイエットっていうのはショッピングの習慣を作らないといけないわけよ。でこの週1か週2に必ずいいものをショッピングするっていう買い物に行くっていう習慣を作らないといけないの。で今度この買い物のやったものを、ね、調理してそれを家の冷蔵庫の中にキープするっていうめちゃくちゃ難しい習慣をつけないといけないわけよ。 で今度、食べる時間を同じ時間にするっていう習慣をつけないといけないわけよ。で今度、ダイエットやってる最初の3ヶ月とかはラーメン屋さんとかに行っちゃだめだからそういう誘われたらノーを言うっていうノーあの相手を怒らせないでさらって誘われてもなんか逃げるような習慣を断るような習慣を身につけないといけないわけよね。で、もうマジこの職人の 作り方も学ばないといけないし、朝起きたら、例えば卵焼きするとか、週2回はこれ、このめっちゃその作るとか、その習慣がダイエットにはめっちゃあるわけよ。ね。早起きも同じだよ。早起きってめっちゃ難しいよ。 まず早起きを習慣にしようって言ったらこれ3ヶ月かけるわけよダイエットも同じなのでこの1つの習慣をブレイクダウンどのパーツがあるのかっていう感じで3ヶ月のプランを作り出すっていうのが最初のステップなんですよだから早起きやりたいっていうのはめちゃくちゃ難しいわけよ早起きやりたいんだったらまず早寝からやるわけよで早寝ってどうやるのって言ったら寝る前の時間を決めるっていうそのワークから始めるわけよでもその時に実 実際寝れるかって寝れないからその前にその時間の2時間前に携帯をオフにするとかちょっと待って俺の携帯もちょっと携帯を例えばこの右のボタンを3回押すと赤になるわけよでそうすると LED が低くなるわけよねだからその家の中の電球とか LED を2時間前テレビとかを2時間前消すっていう習慣から作っていくわけなんですよでこの寝る時間が キープできるようになったら次は10分早く起きるとか15分とかでそれができるようになったらプラス10分とかいきなり5時半とかやってたら1週間で絶対失敗すると思うんだよね All、right? なので最初のポイントはもう超簡単に Break down the habit Alright じゃあステップ2いきましょうステップ2がね Plan the first minute Alright 最初の1分間をプランするっていうことなんですよね例えば 朝起きたらジョギングするっていう習慣をつけたいこの最初の1分だけを具体的にプランニンニグするのねどういうことかっていうと、ね、じゃあジョギングする時どの洋服を着るのかその洋服はどこに置いとくのかどの靴なのか何時に起きるのかその1分を具体,的に瞑想あの具体的にするわけなんですよ。 最初の1分、朝のジョギングだったらもう寝る前にそのジョギングする洋服をベッドの横とかに置いておくわけよでその靴を横に置いておくわけよで水、どっかに朝起きたら飲むやつを用意して朝起きてトイレ行って水飲んでそのままゴーなわけよで。大切なのがこの朝のジョギングって洋服着て外行けば勝手に人間はジョ僕たちはジョギングするわけよ。 どこが難しいのかって言ったらそのジョギングするまでのこの最初の1分なんだよねこれすっごい大切なんですよ <All right. S 1> でステップ3なんだけど、okay. ここで what, think about what will break the habit. 何がこの習慣をぶち壊すのかっていうのを考えるんですよ、okay. じゃあ例えば朝のジョギングを習慣にしたいっていう人ね はい、何がこの習慣をぶっ壊すと思う簡単だからジャーナル持ってもう本当に1分でいいからそれ考えるわけよ。ね2分でもいいから何が壊すと思う例えば夜に友達と飲み会に行ってめっちゃくちゃ酔っ払っちゃって朝寝坊してね仕事に行くのが遅れてるっていう時は多分その習慣がぶっ壊れると思うんだよ。 じゃあそうならなないいいためにどううすればいいそうなったらどうするとかそういうことを考えるんだよねオッケー例えばねえー、と早寝の場合だったら仕事とか誰かに誘われたら、ね、多分早寝の習慣は壊れちゃうわけよ、right、じゃあどうしようかって言ったらいや絶対誘われるからその時のプランを用意しとくわけなんですよ 誘われたらよしじゃあ今回はちょっと申し訳ないけど今早寝の習慣を身につけてるからちょっとごめんねこの3か月は断りますとかそういう感じでもう答えるのを用意していくるけど例えばダイエットをやってる時に、ね、何がダイエットぶっ壊れるかって言ったら例えば食なんかね仲間と一緒に仕事の,あのランチの時にみんなでラーメン屋に行こうよって言った時にこれダイエットしてる時に事前に断る方法を考えないとああってなっちゃって行っちゃうわけよ。そういういことなのね 何がこの習慣をぶっ壊すのかっていうのをあらかじめに考えるもう本当に完璧に考えなくていいから1分か2分は考えてください。ステップ4。ステップ4はこれやばいぜ。さっきさ最初の1分を考えるって言ったじゃん。この最初の1分をもう自分の人生の中に存在している。 習慣にくっつけるんですよこれはジェームス・クリアさんが「habit stacking」って言っててどういうことかっていうと習慣っていうのはもうすでにある習慣の上に乗せちゃうと意外と楽にくっつけるんですよ。例えば夜シャワーとかお風呂入る人もうほぼ必ず入るんだけど。 歯磨かない人っていないからちょっと歯磨くの夜難しいんだよねってそ、OK、ういう人たちね夜お風呂入った後にそのまま歯磨いてみて全然努力なしで歯磨くっていう習慣作るんでつ,あのつくよなのでこの習慣をこれちょっとコツなんだけどもしできるんだったらやってもらいたいんだけど 習慣を楽に身につける方法はすでに自分の人生にある習慣に新しい習慣をくっつけることなんですよ。さっき言ったよね朝ジョギング行くっていう習慣これ朝起きるって毎朝みんな起きてるよねこれもう習慣になってるっちゅうか起きるよな、okay? その朝起きたらその瞬間に外ジョギング行くっていう習慣これ身につけてみて。 この習慣ができるようになると健康っていう習慣も結構楽にその、OK、戻ってきたらヘルシーな食事を作るとか戻ってきたらジャーニングするとか戻ってきたらストレッチするとかパン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 って重ねねるることができるんだよ、ね、なので忘れてもらいたくない、まあ、ポイントはできればこのね「habit stacking」もう もう自分の人生にある習慣にそのやりたいのをくっつけるっていうテクニックをぜひ使ってください。All right,step5!OK、okay.、これでっかいぜ。これマジでっかいよ。Control the environment。ね。環境をコントロールするっていうことなんですよ。ね。どういうことかっていうとね。例えばジャーナリングっていう習慣を身につけたい人いますかね。 ジャーナリングっていいうのは素晴らしい習慣だよ自分がその日に行ったことでいいこと悪いこと学べること自分が失敗したんだけどもっと次は自分のエラーやな。 自分が今日エラーしたんだけどどうやって改善できるかこんなように自分の改善点を毎日やってたらすごいことになるのでぜひ、ね、やっていただきたいんですよ本当に仕事のキャリアとかも変わってくるんだよね自分の性格も変わってくるんだよもう自分を育てるための最高のツールはジャーナリングなんだけどじゃあー例えば夜ジャーナリングしたいなと思う人はいっぱいいると思うんだよね でジャーナリングするときに、例えば自分のお家に帰ってきて、仕事で疲れてる時で、あジャーナリングしないとってなるじゃん。でその時に、自分のジャーナリングする場所が自分のリビングルームで、テレビがついてて、でそこに PS4、PS4 があるとするじゃん。Nintendo Wii でもいいよ、なんでもいいぜ。ね。または YouTube とかネットフリがあるわけよ。どういうことかというと、もう自分の人生の中に、疲れてる時に家帰ったら PS4 をやるとか、テレビ見るっていう習慣がもう習慣になってるわけよね。で、その中で、 ね、ジャーナリングやろうぜってなったら多分失敗するわけよなぜかというとこのもうすでに自分の人生の中で脳が楽にやっていることが習慣になっているもう脳の実際の脳の脳中のサイエンス科学的にもうそ,のその電気の流れの走りみたいなのが実際にあるわけよ。 だからもう家帰ったら楽にしたいっていうところをいや楽じゃなくてこの辛いのをやらないといけないっていう習慣を作ろうとしてるわけでしょほぼ無理なのよほぼ無理なのよだからこういう時は何するかって言ったら家のテレビをどっかの別の部屋のところに置いとく、まあ、それちょっとハードル高かったらとりあえずあのテレビの後ろにさなんかケーブルみたいなのあるじゃんあれをど外しとくわけよで PS4 例えば PS4 やりたいっていうのはすごいいいと思うんだけど PS4 やりすぎるっていうのは結構やばい習慣になっちゃう可能性もあると思うんだよね自分がやりたいんだけどこの PS4 が邪魔してるっていうそうだったら PS4 を外して PS4 をどっかのスーツケースに入れてどっかの自分の家のどっかに置いとくわけよわかる PS4 をやるためにすっごい難しくするのだからやりたくない習慣をめちゃくちゃ難しくするっていうコントロール・ r o ンバ e メン 環境をコントロールするでやりたいけど今習慣に作ろうとしてるのめっちゃくちゃ楽にするわけよだからジャーナリングって言ったら本当にねジャーナリングのコツちょっとねあのジョギングのことでもリスニングでも言うんだけどジャーナリングってすっげえ簡単なんだよ日行だから家家朝家出る前に自分のジャーナルとペンをこうやって置いといてねまたはベッドの上にもこうやって置いとくわけよ で寝る前に1行だけ書け書ばいいんだよだよからダイエットやりたいっていう時に自分の家の中のキッチンにジャンクフードとかお菓子とかいっぱいあったらダイエット絶対失敗するってだからダイエットの最初のステップっていうのはその, environment、ね、その自分のキッチンの中にジャンクフードがないお菓子がないアイスクリームがないとかそういうのを考えていくっていうのがこの「control the environment」っていうことなんですよ。 だからその朝のジョギングやるっていうんだったら朝起きて「ああジョギングしないといけない、えー、とどこだっけランニングシューズ取り出していや水必要かな何今日寒いから何着ようか」みたいなのダメなの。で朝起きたらもうその朝着る洋服と靴があって水もそこにあって本当にそのままちょっと楽にその習慣ができるっていうそのエンバイオメントをセットアップするっていうのがめちゃくちゃ大切なんだよね。 All right. で、ステップ6。Right. これちょっとね、ステップ2かなんかもう。ステップ6は、get a calendar and put it on a wall.You、right. gotta get a calendar, man. このカレンダーを買ってくださいで。どういうカレンダーっていうと、で、何をするかっていうと、まあ、このようなシンプルなカレンダーでいいから、ね、例えば、ジョギングするとか、ね、そういうふうになったら、ジョギングやった日に丸ってつけるわけよ。 で、ジョギングできなかった日に、バツってつけるわけよ。ケー。で、これを自分のトイレとか洗面所の横とか、必ず毎日2回見るところに置いとくの。はい、right?。t h i s will create a visual cue. これはビジュアル的なクルーになって習慣を続けたくなります。Alright? なので、これを用意するっていうのはめちゃくちゃ大切です。 Right. で Step 7ひょっとしたらねこれがこのビデオの中で一番大切なことかもしれないんだけど1%習慣を続ける方がやらないより100%大きいっていうコンセプトなんだよね,ねもう一回言うよ習慣をもう下手くそでもちょっとやる方がやらないには 脳の科学的に習慣を作るっていうプロセスなの,のところの中ではめっちゃくちゃ大切なポイントなんですよ。どういうことかっていうとさっき言ったようにジャーナリングを身につけたいんだったら正直言って1日1行でいいんだよ、ね、スポーツジムに行くっていう習慣を身につけたいんだったら。 スポーツジムに行くっていう習慣をねスポーツジムでワークアウトするっていう習慣を作る前にスポーツジムに行くっていう習慣をめちゃくちゃ楽にしていや何にもしないで俺って週3回スポーツジムに行ってんだよねみたいな習慣を作るわけよ。それをやるのはただ単にスポーツジムに行くそれだけでいいわけよ スポーツジムに行きたい通いたいその習慣を作りたい人はスポーツジムに行って戻るのね例えばスポーツジムに行きたくない日あるじゃん「ね、ワークアウトしたくないなしなくていいんだよワークアウト行くだけでいいのね」これちょっと深い話なんでほんとよく聞いていただければ幸いなんだけど例えばこの朝のジョギングを習慣にするっていうもう本当にね習慣の王様 みたいなのがあるんですけれどもちょっとね朝のジョギングでこれを習慣にできたら大したもんだよ。本当に人生大きく変わると思うんですけれどもこれを習慣にする特にほ、まあ、本当は最初の 50, 50日は超大切なんですけれども特にね最初の2週間はね朝のジョギングを10分以上やっちゃだめなのよ。で必ず 1> 1分はやるの、ね、で走るのが難しかったら歩くの1分でもいいわけよわかるかなね最初の新しい習慣を身につける時の最初の2週間はもうめちゃくちゃ簡単にして1%やればいいわけよ、ね、でやりすぎないのこれやりすぎるっていうのはあんまり習慣をつけるときに最初にはよくないんだけどだから 本当に朝のジョギングの場合だったら、OK? 洋服着て朝外出て一分歩いて戻ってきたらあなた100%合格なんですよ。なぜかというとそれをやらないよりやった方が明らかに習慣になるわけよ。だから習慣をつけている時の判断点はちょっとでも動いたかちょっとでも動かなやらなかったかっていうことなの。どのぐらいやったかどのぐらいやらなかったかっていうのはその習慣がついた。 後に考えることなの習慣をつけてる時はちょっとでもいいからやったかやらなかったっていうことなんですよ、ね、だからジャーナリングやるんだったら1行でいい、ね、だからそのジョギングやるんだったらジョギングなんて正直言ってジョギングしなくてもいいよ歩いててもいいわけよ、ね、1分でもいいわけよで特に最初の2週間はね10分以上走らない ね、スポーツジムに行くんだったらもう本当に最初の、ね、2週間はスポーツジムに行くって行くっていう習慣を作ってる時に30分以上ジムにいない方がいいと思うよ正直ってジャーナリングやりたいいやジャーナリング調子乗っちゃって3日目の時に2時間書いちゃったんだ5日目の時にどうなるいやまたあんなに書かないといけないからあ難しいってなっちゃうわけよでこれ一つすごいポイントであ僕たちが覚えないといけないことなんだけど いい習慣の効果が現れるには大体例えば朝の習慣でね毎朝ジョギングするって言って本当にその効果がすっげえ俺人生変わったなって気づくのは2週間から3週間ぐらい経った時にちょっと感じてもう1か月感じると俺。 確実にじ自分が変わわわっったて感じるることができるわけよでダイエットもそうなんだよ、ねまあ、ダイエットっていうかヘルシーな食事を食べるっていうのは最初の2週間であんまり効果出ないわけよでも1か月とかやってると実際にねその死亡率があの死亡あの体重が落ちたりとかスポーツジムもそうでしょ1回2回3回やってもあんまり効果出ないわけよでもこれを1か月とか続けてると体が実際に変わってくるんだよねジャーナリングもそうなんだよジャーナリングでね3回やったって本当に人生変わるかっつって まあ変わる人もいると思うんだけどジャーナリングを1か月とかやってるとうわ俺本当に考え方変わってきたわっていうふうになるわけよなのでいい習慣のリワード,リリワードその効果がご褒美が出てくるのは時間がかかるのねでも悪い習慣の効果が出てくるのはすぐ分かるんですよ、ね、例えばお酒飲むお酒飲んだらすぐ効果出るぜねっ 砂糖のドーナツとかいいっぱい食べるもう砂糖ピークになるすぐ効果が出るぜなので忘れちゃいけないのはいい習慣が効果を表すには時間がかかるからこの30日特に30日とか最初の50日の間は楽にその習慣をやり続けるっていうことにフォーカスをしてください。 だから 1%,、right? 1の方が0%よりいいんだよ。でポイントなんだけど僕はこの習慣をね作り上げるために何日かかるかっていうこのビッグテーマが人生の中であると思うんだよね。でよく言われてるのはいやデータによると「習慣を作るには30日間かかります」とか本とかに書いてあるわけよ。 ね、俺どのデータなのって言いたいんですけれどもポイントは何日やったら習慣が作るかっていうその考え方自体がダメなのね。でこれジェームスクリアの、ね「アトミカベツ」で彼が説明してるんだけどそれはね30日やったら習慣作るっていうんじゃなくて30日の間に何回やったんだっていう話なんだよねわかる例えばジムに行くっていう習慣を30じゃ週3回やりますってで30日の間 えとじゃあ13回14回やりますとかするじゃんそれで習慣に使ってたら多分習慣に付かないわけよだから僕がこの習慣作りの自分で本当にやって効果が一番出たのは毎日やることなんだよね毎日で100日間やるみたいなコミットでやることなんだよでこれ正直言って一つの習慣だけ を毎日やるっていうのはできると思うんだけど一つ以上の習慣を組み合わせにするるとと難しくくなってくると思うんだよね例えば冷水シャワーと朝のジョギングとストレッチと家の片付けとなんかお金の管理このね4つとか 5, 5つの習慣をボーンって全部一緒にやると失敗するわけよ。 だから、この自分の中で3ヶ月間の最初のステップで Break down habit in months, right? Right? So, write a list. Make a list. リストを書くわけよ。一番身につけたい習慣のトップ5みたいなの。それをね、一つだけ選んで、それをマスト習慣にするわけよ。これは絶対3ヶ月でマスターするぞって。すると、実際に3ヶ月でマスターできるようになるのね。本当に。なるのよ。 そしたらこの次の次やるわけ、ね、みんな習慣なりたいなっていう人たちはいやこれ早起きもやりたいしジャーナリングもやりたいしダイエットもやりたいしわーってやってわーってやってそのできるわけないわけよ人間が、ね、それスーパーヒューマンでもできないわけよそうじゃなくてキングオブハブもう習慣の中で最高なものを習慣にするっていう習慣の王様がいるからそういうのを習慣に やっていくってていいくう感じなんだよね、うん、だから個人的にはダイエットの習慣より朝起きたらジョギングする10分ジョギングするっていう習慣を身につけた方がそれが習慣になってるとダイエットも楽になるわけよ健康っていう面がもう結構楽に自分の体の中で整えてるから。 なので、まあ、ポイントはこれ毎日やるっていうことなんですけど個人的になんかスパルタ系が面白いなとか戦うのが大好きなあの特に男性の人たちとかスポーツ系とか、まあね、仕,事で頑張っ仕事で頑張ってるっていうかタフ,なタフって言ったら悪いんだけど何てゅうのかなイエーイみたいなのが大好きな人たちはぜひ毎日やってみてみください本当にこれ毎日やるときにえ1分のジョギングでいいのかよみたいないいんだよ。 そこを許せるよううなないい男になろうぜでその1つの習慣を毎日にやってで、うん、もしそれが難しいとか2つ目の習慣は週6回がいいいと思います個人的にいろんなあの習慣を作るっていうようなところで失敗してるんだけど週3回やる習慣とかね週なん週5回やる習慣って結構失敗しやすいと思うんだよね。 そのやりたくないんだけど続けるっていう習慣は週末にマスターできるので是非ね最低収録は一つの習慣にするっていう感じでやっていってください、はい、正直言って朝のジョギングとか、ねね、ジャーナリングとかすごいいい習慣だと思うので是非ねもしどういう習慣身につけようかなと思ったらもちろんね自分に優しく話しかけるっていう習慣もね是非作っていただきたいんですけれども苦手なことが 得意になったら、あとはどのぐらいのスーパーヒューマン、スーパーサイヤ人になれると思うこれは最近あのデイビッド・ガーゲンズから、ね、あの本、英語で読める人はぜひ読んでくださいね。Can't Hurt Me。ね、これはすっごい面白い。 あの得意なことが自分の得意なことがめちゃくちゃ得意になったら今度ぜひチャレンジしてもらいたいのは自分が怖いこと自分が苦手なことを得意にするっていう習慣をぜひ身につけていただければと思いますちょっとねハンードル上げちゃったんだけど Alright g u y s right, i love you so much ぜひですねこの習慣の作り方はこの7つのステップちょっとねやってみて自分の人生にまあ本当にねいろんな習慣を身につけていって もっと自分を幸せにして、もっと自分が活躍できるようになって、この世の中を本当に少しでもいいが良くしていって、ねみんな仲間たちなんで楽しくやっていければと思います。Alright you guys, I love you guys, and I'll see you next week. Thank you so much.